走り出せ、誰も知らない未来。わあ、どうですかこの綺麗な虹。120点。何やってんだ俺、このままじゃダメだ。俺の冒険の第2章の始まりだ。女に平気でドロップキックを食らわせるようなクズよ、クズ。クズマ、クズマ、クズマ、アニメやゲームの主人公ならそろそろモテモテになってもいい頃なのに。間違いないわ、高級品よ。苦労をかけたな。こんなマッチポンプで報酬はいただけません。この世の天国を待ち合わせてあげる。お断りします。初めて女性の誘いを断ってしまった。カズマ、俺は大嫌いだと思っていたあのろくでもない世界のことが案外気に入っていたらしい。もう少しあいつらと冒険したかったな。やめて。あ、名前を。そういやまだあんたの年も名前も聞いてない。俺これが初体験になるかもしれないんだ。最初は自己紹介から。私佐藤和馬と申します。埃が許してくれ、許してくれ。すいません、うちの仲間がすいません。本当にうちの変態がすいません。いや感謝します。大丈夫、大丈夫ですから。あの大事なローブが花まみれに。確保。愛想つかされるどころかこんなオチだったなんて。まあみんなで優しくしてやろうではないか。よしよし、怖かったのねカズマ。もう大丈夫、大丈夫よ。帰りたい、もう日本に帰りたい。自由という名の翼を手に入れた。お前ステータスが最初見た時から一切伸びてない気がするんだが。バカね、カズマ。ステータスなんて最初からカーストしてるに決まってるじゃない。そこらの一般の冒険者と一緒にすることが間違ってるわ。つまりこいつはどれだけレベルを上げてももう知力は上がらないわけだ。ねえ、ちょっと、なんで泣いてるの？なんでそんなかわいそうな人を見る目で私を見るの？おやすみ。スティール！